原曜日の現代文講師に正式についになりましたとか、によっとこい講師と同じのをやればいいんじゃないですかって言ったら、もっといいのね、それが無料になっちゃう、ね、無料になっちゃうけどから当選というのブログですか、あこれも言ってますよね。さてこれがどういう意味を持つのか、もう一回課題文を見てみましょう。注目するべきなのはここです。レストランという字はやはり書かれていない。そうだよ、始まりました、むちゃしチャンネルです。今回はですね、いや、やってまいりました、やってまいりました、そう先生、ついに今この時間ですね、発表された時間にこの動画が、ああもうドキドキ緊張しますね上がってるわけなんですけど、はい、そうですね、そう先生がですね、ただよびのちゃんと現代文講師に正式についになりました。ただよびの方はアイドルとの対談してるやつ、あそういうことですね、してて、はい、どうせそう先生が滑り倒してると思うんでいやあんま滑ったことないはずなんですけどねどうだったんですか、緊張とかしなかったですか。いや緊張、まあそうですね、やっぱりこの場の空気はピッとしてたんで、そうだったんですね、僕の方で、まあ、できるだけ引っ張って緊張をほぐさないとなるほど、むしろ使命感に駆られてましたけど、そんなそう先生、いよいよですね始まるわけなんですけども、 いよいよです。いやもう大変でしたよ、はい、こっちは総先生の、あそうですか、もう先週、はい、総先生が来ると思ってたのに、はいはい、トイックプロジェクトなるほど、もう低評価の嵐でいやいやいや本当にもう申し訳ないそれはもういや僕ね何にもね悪くないと思うんですけど、はい、この件に関しては勝手にね視聴者がね、はい、想像しただけなんですけど、そうですよね、ただそのね想像した理由があったんですよ。あ一体何が、そしたらですね、はい、結構そう先生のブログあのブログ誰も見てくれないブログと思ってたらですね、はい、意外とそのブログ見てて、はいはい、もういやただよび入るって書いてあるじゃんみたいな感じだったんですね。いや書いてたかな書いてはないけれどはい、はい、まずびっくりしたのがそのコメント欄に、はいはい、あのズーム間違った人ですねみたいなのがズーム間違い書いてあってはい、なんでそんなこと知ってんだろうと思って、 Zoom の、ね、会議の日を、はい、そうそう総先生が間違って一人だけ Zoom にいたっていうね、そうなんですよ、あれはもう本当に赤っ端もいいとこで、そのことについて僕の動画のコメント欄に来るっていうので、はい、なんでそんなこと知ってんだろうと思って怖いな、で総さんのブログ見たら、はい、乗ってんのかいみたいないやここへちょっと待ってください、はい、Zoom の会議に今一人で開催して恥をかいたという、はいはい、まあ、ただそれだけですから、そう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 、ただ呼びとの接点といいますか、そうそう接点ってないじゃないですか、それつな、うん、がりはないような気がするんですけど、ただ呼びないじゃないですか、はい、で思ったらその一個前の記事にですね、なんかですね、はい、メッセージとかいうですねタイトルのですね、あー、まあ、つながりを読めば、はい、確かにそこには書いてあるかもしれませんね。だってここ青山です、めっちゃ綺麗なオフィスでスタジオ収録がありましたって、もうこれも言ってますよねいや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 、まあそう言われてみると確かにまあそれね、やっぱ嬉しかったんですよ僕としてもうやるぞというね気合がついね出ちゃったのかな。それだって読んじゃいますよみんな、教え子たちは、ね、頭から読むんですちゃんと書かれてますから、あ書かれてる、言っちゃった、ほら書かれちゃった、いや伝わるように書かれてたよ、いや本当にこれ皆さん本当すいません、本当に申し訳ありません、ご迷惑おかけしましたで、このままで終われるかぶつかっていこうじゃないか、いやそれ、ね、ちょっと待って、渋谷の電光掲示板に書いてあったメッセージをただそのままね写しただけで、超えてやろうじゃないか、あるはずだった未来をって、これもうもうもう本当言うとねそういうことなんですよでもまあ、まあ、読んじゃうみんなすごいな、やっぱり僕のブログの読者だけあってこうやっぱ読解力が、ね、そうそうすごかったんですよ、半端ないな、 それで、はい、総先生が来るんだっていうね発表を待ってたっていうので、はい、二次炎上したっていうねそんなことがありました。いやいや本当にご迷惑おかけしましたとんでもございません、ようやくこうして来ました、皆さんがね期待してた通り、本当にいっぱいコメント来てたんで、本当ですか、もうめちゃくちゃ嬉しいです本当に、ありがとうございます。そうじゃなかったら許さないとか、いや本当かな、もう本当にもう見てください、たどってうちの来てますよ、もっとくださいそういうのそう先生以外認めないとか、によっとこいそういうコメントがすごい、いやいや本当に嬉しいです。で、あとは面白かったのが、はい、そう先生が当時辞めてるって知らないっていうコメントも結構ありました。いや僕辞めましたっけ
あれ自分の中でも記憶がやっぱりそのあたりってねこう分からなくなってる自分でも、そう人ってね辛い記憶があるとですね押し殺すその通りなんですよ辛い記憶があるとねでも普通に流れてるわけじゃないですかやっぱり、まあ、そうですね動画自体は流れてるから、はいはい、もうやっぱ見てる人がいっぱいいるわけですよ今見てましたみたいなコメントとかも本当ですか今日見ましたみたいないや嬉しいですで、はい、だからそういうので混同するというか分かんなくなっちゃう人結構いるかなと思ってただその吉野先生のもそう吉野先生のも、はい、今見てましたとかってあなるほどあ、まあ、確かにこう映像型の予備校っていうのはそういうことは起こりえますねそうですね、はい、かぶっちゃうってことはね、うん、全然あるわけでいや本当 だ, だからコメントにさっきそれ投信で見てましたとかって言いますかそうなんですか吉野先生先生と僕はともかく先生の動画はどうなってますか？あうちも僕が東大の大学院とかで研究してたこととかって動画出した時に、はいはい、それさっき当時の授業が時間がシンクロして複雑な物語になってるみたいな、ね、確かにそうですね見る人によって、はい、そうかそうですよね時間がって思うんですけど総先生も、はい、じゃあやっていくわけですけど現代君、はい、7月の7月の6日だ6日的にはえ7月4日あ4日だと4日です違うぞって言ったような来てて、はい、7月4日です、はい、7月4日間違えないでください7月4日の21時、ねはいまあ、基本的に土日祝日ってことですよねそうですね土日祝でいわゆる月火から金曜日が吉野先生が出てきて、はい、でその後総先生が出てくるそうですそうですね、はい、すごいですねもうなんか当身の普通の国語科でみんなが見る先生だからちょっとこれは考えたらすごいことですよ ね, そ, うですねそれが無料になっちゃうわけですから、ね、無料になっちゃうわけですからすごい時代ですね考えてみるとまず短い感じなんですよね多分授業そうですね10分かそこらの動画で基本的なところをちゃんと叩き上げて、はい、その後はもうあの気絶しそうなほど難しいのを用意しようかなっていう誰も見てくれなくなったりして今考えてるのはあの共通テストの思考問題の解説を総先生がやったらいやもうぜひやらせてください思っててね、はい、それ需要ありますよね絶対ねいやもう本当にそれ期待してるというか必要だと思いますねそういうのもねやっていったりするんですけど、はい、どうですか収録はもうすでに始まってそうですねいくつか収録は進んでいてちょっとだけ流しちゃうよ今日いやそんなことしちゃっていいですかここ、まあ、じゃあちょっとだけちょっとだけはいさて、それでは現代文第2個目を始めたいと思います、前回第1個目では根拠必ず手がかりを見つけてから成果を選べという話をしましたこれ文章の中の傍線部箇所にまず注目してくださいワニ側のような舌触りこれは一体どういうことを言ったものか後で問われるということを念頭に置いて文章を読んでいきましょうまず冒頭からある日降り立った町の駅前で見渡すとワニ側のような舌触りと言ってますよねさてこれがどういう意味を持つのかもう一回課題文を見てみましょう注目するべきなのはここですレストランという字はやはり書かれていないそこでフラマン語の看板だったんですよね綴り字通りに低く発音してみたんですパッドとか使ってたんですかビッグパッドいやそうですねビッグパッドはあんまり使ってなかったんですけどビッグパッドって分かんないか電子黒板とか、うん、あんまり使ってなかったあんまり使わないです ね初画カメラってちょっとね別のはいはいはい、手元をカメラで写すスタイルねなんかスーパーショガなんとかとかっていうそうすごい名前がついてましてありましたよね、はい、僕はあの断りましたけどショガなんかダサいもの使えるかっつってかっこいいいやショガカメラ使うとね実は現代文の場合はちょっと画面が上下に揺れるんですよ、はい、で、まあ、日本史の某先生なんかがそう先生ショガカメラ使わない方がいいですよって言って、はい、野島先生あたりが、うん、もう某先生じゃなくなっちゃうそうそうそう学研プライムもう抜けた人ばっかりですよ言っちゃった、はいまあ、でもあのアドバイスしてくださったの嬉しかったんですけど、はいはいはい、僕はあんま使うタイプじゃなくて、はいはいはい、林先生が昭和カメラをこよなく愛していらっしゃって、はいはい、そうだったんですね、まあ、このあたりは何を得意とするかそれぞれ違ってまして、はい、あんまり、ね、使わなかったんですよね普通に黒板だけでやってたんですね黒板だけでだいたい基本的に授業をしてたっていうのがね、はいはい僕のスタイルでしたそれをタダ呼びでも見れる感じですかタダ呼びまたね機材が違うし面白い機材たくさんあるんで で, す、ね、できればね、まあ、YouTuber
まあ、見せる授業に少しシフトしてねやってみようかなって思ってるんですけど、どうなるか、それは楽しみですね、はい、なんかでも結構収録に時間かけてやってるって聞きましたよ。めちゃくちゃかけてます。そうなんですね。いやもうね本当に10分撮るのに1時間2時間、はい、いやだからもう渡辺先生見てこれじゃダメだあこれじゃダメだっていうねな、はい、トライアルもうエラーばっかりで、お試行錯誤ってやつですね。そうですね、もう自我の崩壊を感じながらね、その度には立ち上がってまたチャレンジですよなるほど。収録終わった後だからねちょっとげっそり痩せてて、顔を見たらね分かると思います。1コマ目に撮ったのか、なるほど、2個前もうダイエットに近いですね。それ週5日出すってなったら結構大変、ね、多分死にますね本当にすごいなと思いますね先生。1個前僕大体15分からと、ああそうですね、無理やり16にするんですけど、はい、さっきも13分で終わっちゃったとか12分で終わっちゃったっすってどうしようかなと思って、いやどうしようって別にいいんじゃないの10分っていう業務コンセプト、うん、カットしたら短くなっちゃうかなと思ってなるほど、で無理やりさっき足して撮ってました。ああ無理やり足したとか、ここでじゃあ単語の話しますとか語源の話しますみたいな。なるほど。いやそれそれでほら聞きたいあの人もいっぱいいるから、でもそっちのなんか無理やり足した方が人気出たりするなるほどねそういうもんで得てしてそういうもんですよね。そうなんですよ、そんな風になったけど、はい、いやじゃあこだわってやってるわけですね。いやもうやっぱりねこの非常に重要な場だと思うんですよ、はい、無料だからこそ、はい、まあ、自分の全てを出すというか、うん、ただやっぱ尺が短いんで、はい、どうしてもね用意してきたものの本当にわずかしか出せないので、はい、フラストレーションというか、ね、出し切ってない感があるわけですよ。なるほど、はい、いいんじゃないですか、もう別に出し切っちゃって長いこと撮って、ああもう時間とか気にせずに、もうそうです、余ったのうちで流せ、こっちのなるほど、森鉄チャンネルの方で雑談とか流せ、すごいよ、それでもいいんで、懐の深いチャンネルですよね見わさってもいや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 、いやでもそんな話もすごいいい話だった。でも聞いたのは教材これからねやっていくにあたって、はい、東進と同じのやればいいんじゃないですかって言ったら、いやもっといいのって言ってましたもんね。そうですねまあやっぱり新しい問題といいますか、まあ、どんどんあの出題傾向も変わってきますし、はい、やっぱトピックもありますもんね。もちろんやっぱりね流行りスタイルはあるんですよ、はい、常に新しいものを提供できる場として例えばのことを位置づけてるんで、なるほど、はい、全て新しい、じゃあ古い題材よりも、ね、古い題材、まあそうですね、まあ、古いっていうか、まあ、まあ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 難しい、自分と自分だからそうですね難しいですね、うんうん答えにくいなまあこれからもねどんどん答えにくい質問はうちのチャンネル出た時は聞いていきますので、はいはい、頑張って答えますついに始まりましたね。だから、はいはい、もう高評価、もう高評価、高評価よろしくお願いします。お願いします。タダイブの方もぜひ見ていってください。頑張ります。ただただそうさんなんですよ、見れると思いますので、いろんなのがね、まあ、また明日も重大発表ありますので。あ、また重大発表ですか。そうなんです。なんかしないかな俺またネタバレとかしてないかな心配ですが、気をつけます。明日の動画にもそのね重大発表に関して総、はい、先生と出ますので、はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.